絶滅全の野球選手に気を気一票お願いします。あなたの気を気一票でこの野球選手の生命が救われます。お願いします。おい、あれなんだあれは昔スーパースターで2億4000万円の年俸をもらっていた日野和樹という野球選手だ。だがしかし今その姿を見る者はいない。今もなお育成選手で106番という大きな背番号を背負い、 二軍の野球場で調整をしている。うあん、そうか。あの、日野和樹か、懐かしいな。なあ、コウキー、お前、覚えているか、日野和樹という選手はスーパースターだった。キャプテン・のかい俺を誰だと思っている。俺の記憶力は素晴らしいんだ。さあ、投票に行こう。え、コウキー、お前投票すんのおい、キャプテン・のかいこれだから最近の若者は、選挙に行くんだ。若者の政治離れが進んでいる。これは、日本にとって最大の課題だ。 選挙に行けキャプテンの会・イルカイわかったよ、後期お前がそんなに言うなら。で、この日の数に投票すればいいと。さすがキャプテンの会・イルカイお前は、分かりのいい男が、さあみんな行くぞキャプテン・イルカイキャプテン・イルカイキャプテンおい、やめろ。警察が来る。すまん。取り乱した。ということで、みんな、聞いたと思うが、選挙が始まる。 選挙離れ。若者の政治離れ。これは、何としても、食い止めなければならない。さあ、今こそ俺たちの手で、素晴らしい選挙を始めようぜさあ、じゃあ、乗ってきたところでみんな、この曲を、さあ、その曲だみんなもうわかってるなさあ、この曲だおおそこの君も、そこの君も、 さあ、下校中のそこの君も、行くぞレッツゴーボローじゃない勝利のため、大きな声で歌おうララララララ、夏の夜空に願い込めてこうして、ボローズ総選挙が始まったのであった。なあ、キャプテン犬飼、一つ質問がある。なんだ、後期 その投票っていうのは一体何のための投票なんだいい質問だね、コウキこの投票というのは東北ボローズと関東ボローズでレジェンドチームを使って強い敵を倒そうという実に高まる試合だ。うーんと、キャプティーヌ会それはじ、まあ、簡単に言うと WBC みたいな、そうだそういうレジェンドチームを作って試合をしようという高まる試合だ。まあその、 投票っていうのは一体誰ができるんだ誰でもできるんだそれが、えー、インターネットからログインをして誰でも1日1回投票ができるキャプティーヌ会その投票っていうのは期間は一体いつからいつの間に行われるんだ6月の1日から9月30日の間にはそれは行われるキャプティーヌ会私は今すごいことを思い出してしまった1日1回それは投票できるのかそうだならば 自分で自分に90日間連続で投票し続ければ90票入ることができる。まあ、簡単に言うとそういうことだ。ということは、自らの手で見たい選手を押し続けることができる。見たい選手を、その、その試合で、その選手を見ることができるかもしれないということか。まあ、 まあ簡単に言えばそういうことだが後期お前大丈夫か体が震えているぞあもう想像するだけでも高まるクーアーキャプテン・イルカイアキャプテン・イルカイあキャプテンいるかい・イルカイ後期やめろ警察が来るアキャプテンいるかい・イルカイアキャプテンい・イルカイラララララ立ち上がれ我らのためにラララララ 「全開気持ち上げて高ぶらせていくぞ」